成功の方、真のエリートを目指して、大川隆法第4章、ビジネス成功法。7、崇高な精神への帰依。次に述べておきたいことがあります。それは、私がここまで述べてきたことを守り、周りから注目されるようなビジネスマンとなっているあなたへのアドバイスです。自分は仕事ができると思うようになってきた時、そこに一つの落とし穴があると思って間違いないのです。他の人の考えが手に取るように分かり、自分がやる仕事は次々と当たるというような時は要注意であると言ってよいでしょう。なぜなら、それは大きな慢心を招くことにもなりかねないからです。自分がその小さな社会において、まるで井の中の蛙になったような状態になりやすいからなのです。世界は広いのです。世間は広いのです。そしてこの大宇宙は広いのです。皆さんはビジネスの中の調理官に酔うだけではなく、時折そこから抜け出す必要もあります。ふと夜空を見上げて大宇宙の神秘を考えてみる必要もあるでしょう。またこの大宇宙の法則について考えてみる必要もあるでしょう。人間は何故に生まれ、何故に死んでいくのか、過去の多くの人々の営みというものは一体何であったのか、自分の生涯もまた過ぎゆくものであろうけれども、さて自分の人生とは一体何なのかということについて、思いを巡らせていただきたいと思うのです。共に職場に生きる人に対しても好き嫌いはあるでしょうが、宇宙船地球号の同期生として共に生きているものであるという深い認識をすることも時には必要ではないでしょうか。ここで皆さんにお願いしておきたいことがあります。それは、崇高なるものへ敬意を払うという気持ちを決して忘れてはいけないということです。特に経営者の立場に近づいていけばいくほど、多くの人の面倒を見なければいけない立場に立てば立つほど、崇高な精神に対して帰依するという気持ちを忘れてはいけないのです。人知を超えたものへ帰依する気持ちです。仏や神と言われるような高次の意識があるのではないか、自分は自分というものを万能の人間のように思っているけれども、自分を小さく見下ろしているような巨大な存在があるのではないかという考えを持っていただきたいと思います。これは裏を返せば、謙虚な気持ちを忘れないということでもありましょう。階段を登れば登るほどに謙虚となるようなあなた方であってほしいのです。一歩一歩高みに登れば登るほど、崇高な精神に近づいていけばいくほど、ますます己を虚しゅうし低くしていくような、そういうあなた方であってほしいのです。次々と目標を実現すればするほど、大いなる目標が湧き入れて、自らの至らなさ、力の足りなさが実感されるようなあなた方であってほしいと私は思います。自分が
いかに生かされているか、万象万物によって、大宇宙の意志によっていかに生かされているかという視点を抜きにした成功というものはビジネスの中にもないと思います。それは数字の上だけの成功であって、本当の意味の成功ではないからです。数字の上でいくら業績を上げたとしても、あなたもやがてビジネスの社会から消えていく時があるでしょう。その時に一体何が残ったのか、自分という存在は何だったのか、自分という存在がなかったとしてどうだったのかということです。こういう視点を忘れてはいけないのです。崇高なる精神をいつも胸に抱いて、それを体現し実現していくために生きていくような、そういう謙虚な気持ちが大事であり、またそのような気持ちを持ちつつ同時に業績を上げることが一つの成功であると言えるのではないかと思います。